では本日のヒーローインタビュアー UHB 中野陽子アナウンサーお願いします。札幌ドームにお集まりのファイターズファンの皆さん、そしてテレビラジオの前で応援している全国のファイターズファンの皆さん、ヒーローインタビューです。今日は投打のヒーロー横尾俊武選手、そして大谷翔平投手です。ありがとうございました。ファイトアクターレアル選手はこのコートを選んで回ってきた打席、どんな狙いで入ったんですか？いや、もう先制点だったので、とにかく1点取れるように気持ちで打席に入りました。滞空時間も非常に長いホームランだったと思うんですが、振り返ってみていかがでしょうか？打った瞬間、手応えも自分的にもすごいいい感じだったので、もう入ってくれると思って走りました。横尾選手、これでプロ2本目のホームラン、札幌ドームでは初めてのホームランとなりました。イエーイ。たくさんの大会のファンの皆さんがいる中でのホームラン、いかがでしたか？いや、本当に札幌ドームでホームランってて本当に嬉しいです。もうちょっと打ったらでお願いします。次回期待しております。さあ、そして横尾選手、札幌ドームでは初のヒーローインタビューということで、大谷の景色というのもどうでしたか？札幌ドーム、大谷の景色というのは見ていていかがですか？本当にたくさんのファンの皆さんの前でこういうところに立てて本当に、幸せです。一試合全力でプレーするので、応援よろしくお願いします。